皆さん、こんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダバオ地域の情報についてお伝えしていきます。えっとですね、まずは新型コロナウイルスの感染者情報についてですね、こちらです。はい、こちら保健省から出されているものですけども、2021年2月4日時点での情報となっています。黄色の中がですね、現在も感染が続いている人たちですね。まあ、これが感染者総数のうちの6.2% いまして3万2775人が現在も陽性の状態が続いているということですねでその下がですね新規の感染者数になっています1590人ですで先に言いますとその下のグレーっぽくなっている四角に入っている数字が感染者の総数ですね53万1699人が 感染者の総数となっています。で、上に戻りまして、緑の箱の中91.8%というのが感染者総数のうちの回復者の総数ですね。それが487,927人となっています。で、新たに回復した人がその下に出ている249人という数字ですね。 で、最後に隣の、えー、一番右の赤い箱の中に入っているものですけども、こちらが死亡者、感染者総数のうちの2.07%が死亡していると。これまでに、えー、死亡した方たちの数が1万と997人となっています。で、その下の55人というのが新たに確認された死亡者の数となっています。はい。というわけで引き続きですね、新規感染者で言いますと1590人出ていますので、まだまだフィリピンも油断できない状況が続いています。 続きまして本日はですね、私が住んでいるダバオの、えー、総領事館の情報をお伝えしたいと思います。在ダバオ日本国総領事館の領事窓口業務なんですけれども、 2021年に入って2月1日からですね、完全予約制となりました。これはまあかなり厳しく実施されてますね。実は私もですね、最近2月に入ってから送料時間に生まれた子供の出生届を出しに行ったんですけれども、私はまあこの情報してたので予約して行ったんですが、やっぱりあの予約のことを知らなかった方がですね、いきなり行かれまして、やっぱりその入り口のところでですね、あの警備員さんに、いや、ちゃんと予約してから来てくださいということで出直されていました。 総領事館の方にも伺ったんですけれども、やはりこの新型コロナの対策として、総領事館として、えー、しっかりとですね、あの、感染を防ぐために、このように完全予約制にしているという話を伺いました。実際、ダボオ市ではですね、先週のニュースでもあったんですけれども、クラスターがですね、 あの、職場で起こっていると。先週の時点で30いくつかのですね、職場でもうクラスターが起こっているので、職場では感染対策をしっかりやるようにという報道が出たばかりでしたので、その報道と関係があるかは定かではないですけども、送料時間がこのタイミングでですね、完全予約制にしますよということが発表されています。まあ今日はですね、まだそのことをご存じない方、もしかっててもですね、細かいことがわからないという方のために、その時間から送られてきたメールをですね、ここでもう一回確認したいと思います。 はい。先ほどから申し上げているように、2021年の2月1日からですね、完全予約制となっていますと。両時、窓口での各種手続きまたはご相談がある方は、事前に電話かメールで予約をお願いしますということになっています。まあ、この電話番号とですね、メールアドレスにつきましては、概要欄に貼っておきますので、必要な方はそちらをご覧ください。 予約に必要な情報としましては5つありまして、まず1つ目が必要な手続きの内容ですね、窓口で。えー、在留証明書の申請なのか、パスポートの申請とか、そういう具体的な手続きの内容をお知らせくださいと。2つ目が希望日時ですね、こちら第3希望まで、 連絡願いいまますすと書いてあります私の場合はメールで予約をしたんですけども、第1、第2、第3と書いて、私の場合は、まあ、あの、第1希望が取って、その日程で受け付けてもらうことができました。メールを、私が予約のメールを送ってから、すぐに回答は来ましたね。そして3番目が、申請者全員の氏名。要は、窓口に行く人の全員の氏名ですね。そして4番目が、住所ですね。そして5番目、最後ですけれども、電話番号及びメールアドレスを、 ご連絡くださいと。なので、これは電話よりもですね、やっぱりメールアドレスがありますので、メールの方が確実で、あと書きやす、連絡しやすいと思います。そして私の場合ですけども、えー、送って間もないうちにですね、返信をいただきました。はい、続きましてですね、新型コロナウイルス感染症の対策として、送料時間で次のことに注意してくださいということで、6項目あります。 一つ目がですね、入管の際にはマスク及びフェイスシールドを必ず着用してくださいとあります。着用していない場合は入管をお断りしますとあります。そして二つ目、入管時に体温検査を実施し、高熱、これは37.5度以上の場合は入管をお断りしますとあります。 そして3つ目、入り口でアルコール消毒をお願いしますとあります。そして4つ目、接触感染防止のため申請者の方はボールペンをご持参くださいとあります。そして5つ目、申請手続きに関係のない同行者は館外での待機をお願いしますとあります。そして6つ目ですね。 ダバオ氏以外から入域される方は、ダバオ氏の接触追跡用 QR コード、DQR の登録が必要ですとあります。QR コードを事前登録の上、ダバオ氏にお越しくださいということですね。はい、ということで以上が在ダバオ送料時間の予約の方法と入館するにあたっての注意事項でした。はい。 この時期ですのでね、しっかりと感染対策して、こうやってしっかりやってもらった方がですね、来館するときに我々としても安心して入ることができるのかなと思います。ということで、このチャンネルではフィリピン全体については私が住んでるダバオシについて情報を発信しています。この動画がいいなと思われた方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。またチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。